助かった。あなたたちのおかげで。あまり出過ぎた真似はしない方がいいと思います。ただでさえ東田にしだってやりづらいですから。まあ、それなら大丈夫。私今回だけだから。では今後のキャリアのために言っておきます。勘違いをしないでください。はい、失敗しない。